今回は DRZ でかっこいいドリフトを決める。そんな牛っぺらい内容になっているぜ。なんで86じゃなくて DRZ なんだ？それは、なんとなくだぜ。やっぱりな。まあ普通にドリフト仕様にしても面白くないので、魔改造した DRZ でドリフトしていくぞ。魔改造？もしやエンジンスワップか。そう？この DRZ はエンジンスワップの対象になっていて、あーやっぱりウィングかっこいいな。話が脱線してるぞ。思わず心の声が漏れてしまった。この DRZ をエンジンスワップすると、なんと、V8 伊佐崎 VGT ダーさんのエンジンになるのだ。ちょっと何言ってるかわからないですね。要するに最高速を記録した伝説のバイクのエンジンを2つ積んでいるんだぜ。聞いただけでゾクゾクするな。それでは DRZ のセッティングについて見ていくぜ。セッティングはいつもの FR 車と同じ感じか？そうですね。まずは極端に設定して後で徐々に調整していく感じだ。まあそう言っても今回はこのセッティングに落ち着いたのでこれが完成だ。ターボチャージャーもつけるのか？いや皆さんにこの最高出力を見てほしいだけだぜ。800オーバーか。もう D1 とかに出てもおかしくないくらいのパワーだ。まあ私は500、600馬力くらいがドリフトしやすいので、今回はターボチャージャーはなしでやってみます。マーティンごめん、もうエンジン変えちゃった。あんだけ力説してたのにかわいそうだ。そして場面が変わってエンジンスワップするシーンだ。説明を聞いておきたいな。クレイトンめっちゃ嬉しそうだぜ。いい笑顔してたからもう一回聞いてしまった。さあここからは DRZ のドリフトリプレイを見てもらいます。まずは試しでグランバレーを流してみました。かなりパワー出てる。てかパワーでちょっとごまかしましたね。これはターボチャージャーをつけてハイパーカーたちと直線勝負してみました。めっちゃかっこいいな。かっこいいだけじゃなくてちゃんと速いぜ。ドライバー目線のリプレイを取り忘れましたが、この時点でなんと350キロオーバーです。さらに加速していくぞ。頑張れば400キロオーバーも夢じゃないはず。これはつくばサーキットでドリフトしてみたやつです。ここの最終コーナーをドリフトで流すとかっこいいんだよな。カメラワークも良くて思わず何回も見入ってしまうコーナーです。筑波サーキットはコース全長が短いのでドリフトの練習するのにはもってこいだな。あと低速コーナーも多いので練習になるぞ。うぷ主お気に入りのドリフト。なかなか綺麗に決まってますね。ここのコーナー結構ドリフト難しいんだぜ。では最後に完成ドリフトでお別れだ。それでは次の動画で。